直れ。一安部。一安部大輔。で。直れ。課長では攻撃を仕掛ける写しが片木、両木、袖付き、打ち込み、折り取り、襟取り、大絡みという7通りの方法で攻めかかります。これを裁く鳥は表の方で7回、中国の方で7回、落としの方で7回、合計21回攻撃を裁きます。そしてこの21回、つまり21箇条の裁きの中に、柳生心眼流兵法のすべての技につながる基本の動作が含まれています。本日は正面からの攻撃袖付きと、背面からの攻撃大絡みを表の方、中国の方、落としの方の順に裁きます。それぞれの型の違いにご注目ください。その際、型をご覧いただくためにゆっくりの動作、続いて通常の動作でご覧いただきます。はじめに表の型袖付き、表の方、大絡み。
の方、大絡み。それでは1本目、その名の通り長さ三尺の棒による武器術ですが、槍を使う槍術、槍の穂先を切られた場合の六尺棒、さらに短くなった場合の三尺棒というように、合戦のさまざまな状況に応じた武器術の一つです。それでは1本目、
2本目。4本目。6本目。鎧同士は普通の担当よりも重ねが厚く頑丈な腰がえになっており、鎧の隙間を突き通すための武器で、演武では首、後頭部のほか腰の部分の緩みにとどめを入れます。それでは1本目。2本目。3本目。5本目。
次に目録剣の演武です。柳生心眼流の剣術には鎧をつけて行う甲冑たちと鎧をつけない素肌のたちがあり、素肌のたちの一つである目録剣の稽古には割だけに革の袋をかぶせた袋しないを使います。それでは1本目最後に陣立ちの演武です。陣立ちは甲冑たちの技です。陣立ちも鎧に守られていない首、顔面、後頭部、腰の緩めにとどめを入れます。それでは1本目
3本目。柳生心眼流兵法泉道場研修会の演技を終わります。